そんな単純な計算式じゃないんですよ、あれ。YouTube って。例えば、一本の動画でも、要は広告がどれだけの視聴者にアプローチかけたかっていう、その見返りによる単価なんで、まあ、簡単な話で言ったら、短い、2分とか3分の動画で50万再生とか行く動画よりも、30分、40分の動画で15万、20万再生とかの動画の方が、多分お金になる、YouTube は。でもそれも結局動画内容と広告のマッチ具合、あとまあ視聴者の人の年齢層とか、まあ複雑なものが多分絡む。それはもう Google AdSense の仕組み、俺らじゃ語れないぐらい複雑やから、そうアルゴリズム。だけど基本的にページの滞在時間が長ければ長いほど広告とかにも目が行くから視聴者の単価が高くなる。単純に再生数イコールとかじゃ出せないし、でな視聴時間やと思う。でも視聴時間って視聴者に外部の人からは見える分かる情報じゃないやろ。だからこのチャンネルの年収はこれぐらいとかいうなんか適当なこと書いてるまとめサイトみたいなのが信じ込まれんねん。はい、こんなんなんだってみんな信じんねん。総再生時間が多ければ多いほど YouTube ユーザーらしい。なんかも言う、それもだから分かんない、そういう説もあるけどね、わかんないよね実際ね。でもなんか一つ思ったのは、なんか結局なんか俺動画時間長いと逆に飽きられるんかなと思ったけど、逆になんかでもそういうもんでもなかったから、なんかやっぱ長くても見てくれる人は見てくれるし、長くても見てくれんやったらまあ別に長くしてもいいかなって、その無理にして長くしたわけじゃない。今までその無理やり削ってたから、なんかミニ四駆のさ肉抜きみたいにパフォーマンス出すためにその無理やりなんかカットしたくないとこも削るみたいなことがあったから、でもそれを1000でも見てくれるようになってるのはあれだな、特にポケモン検定で出てからの気づきやったかな。そっから俺1本あたりの動画の時間数がめちゃくちゃ長くなってると思う。どんなジャンルの動画も全部長くなってるやろ。それでもまあ見てくれる人は見てくれるしっていうので、俺は思いました。向こうの YouTube 講座はいかがでしたでしょうか。またね、次回のもうこう講座でお会いできたらと。いや、この動画気に入りましたら、高評価、チャンネル登録、グッドボタンを、押してください。よろしくお願いします。